はい、公認会計士税理士の山田信也です。インボイス激変緩和措置発動へ。個人事業主、零細企業、インボイスなしでも一部 OK かです。今回の動画をご覧いただけますと、2023年10月開始予定のインボイス制度で、 たたに検討し始めた特例というわけで、ただいま、2022年11月18日の夜なんですけども、最近ですね、インボイス制度に新たな特例が出るんじゃないかって話は出てたんですが、ついにですね、その内容の一端が本日の日経新聞電子版の方で出ましたので、これらを中心に解説していきたいと思います。というわけで、インボイス制度の簡単なおさらいなんですけども、 もインボイスこちら日本語で言うと適格請求書ということになるんですがこれはですねインボイスという制度名でありこちらの請求書の名前でもありますじゃあこれは一体何なのかというと2023年10月以降ですね消費税のルール変更がありますそれは今後は国が定めたこのインボイスという請求書を使って取引をしなさいでそのインボイスというのは請求書だけじゃなくてレシートとか領収書などについてもですねちゃんと10%だよとか8%だよっていう税率を書いてあとインボイス 登録した人全員ががもらららえるる T から始まる13桁の番号でですすねねこれれを必ず書いいてそ、ね、そしたたイインボイスという仕組みですただこれはですね、消費税を納めていない免税事業者は除きます。なので、免税事業者の場合は、インボイスがそもそもない。発行できないので、今後は消費税をもらえないかもしれないねと。まあ、インボイスなくても、消費税請求してもいいんですが、基本なかなかもらえないよね。これが実は今回のインボイス制度がトラブってる一番の原因です。 詳しくは今日もこの後お話しますが、過去の動画良かったらご覧ください。で、消費税の仕組みなんですけども、この真ん中にいる緑の彼が、 仮に個人事業主だとしましまょうで、ある会社と取引してます1万円お仕事をしてると、なんだかんだ経費かかりますよね。いろんなお店やショップで2000円払いました。その時、消費税10%だいたいつくと思いますので、プラス200円払いました。で、消費税の仕組みというのは、もらった消費税から払った消費税を引いて、その差し引いた分を税務署に納めなさい。というものなので、今回のケースですと、1000円もらって200円払ったので、差額の仕組み 800円を税務署に納める必要がありますそれが2023年の10月以降は必ずお仕事して消費税もらうんだったらインボイスを渡してねさらにいろんなお店でねお買い物したらインボイスをもらいなさいとこのもらったインボイスに関してはちゃんと消費税200円納めたよっていう納税証明書代わりになったんですねなのでインボイスがある前提で1000円もらって200円払ったからサークの800円を納めましょうということになります ところが、自分はインボイス発行してるのに、仮にですね、免税事業者のお店でお買い物しちゃった場合、先ほど言いましたね、免税事業者はインボイスを発行できないので、もらうのはただの領収書です。ただのレシートです。その場合、仮に2000円にね、消費税10%、つまり200円払ったとしても、それは消費税を払ったっていう証拠にはならないので、実際この彼は、1000円もらって、200円払った証拠がない。つまり、もらった消費税は1000円、払った消費税はゼロという風にカウントされるので、納める消費税は1000円。 払った200円が払い損になっちゃうわけですね。だったらこの彼はどう思うかというと、もう免税事業者となんか取引したくないよ、と思うわけですね。もちろんね、免税事業者が、いや消費税いらないっすよ。2000円だけで結構です。と言えば問題ないんですが、2000円にプラスして200円払ってしまうと、お店にも200円、税務所にもプラス200円払うことになるので、20払いになっちゃうわけですね。この免税事業者と取引したくないよ、というのが、今回の一つの肝になります。 で、現在政府や与党の間で検討されているのが、消費税を納税している小規模業者の特例です。小規模ってどれぐらいかというと、年間の売り上げが1億円以下という案が出ているそうです。 で、その小規模事業者が1万円未満の取引をした場合、それはもうインボイスもらわなくて OK じゃないかと。つまり、払った消費税として認めますよ。この払った消費税のことをですね、専門用語で言うと、仕入れ税額控除って言うんですが、つまりですね、先ほどのイラストで言うと、免税事業者に2000円を払いました。で、消費税の10%、200円を払って、インボイスが当然もらえません。だけども、これ1万円未満の取引ですから、まあ、200円払ったこととして認めますよ。 だからもらった消費税が1,000円だとすると払った消費税200円引いた800円の納税で OK ですという仕組みです。 つまりこれで何が楽になるかというと、本当はですね、インボイスを入手すると、このインボイスバンクを本当に正しいのかなっていう、申請性の確認っていう作業があるんですが、まあ1万円未満だったらいらなくなりますよね。で、さらにですね、会計帳簿入力の手間が結構省けます。これはまた今度改めて動画にしようと思ってるんですが、インボイス制度が始まるとですね、もらったいろんなレシート領収書がですね、ちゃんとこれはインボイスあり、インボイスなしっていうふうに、 いちいち入力しなきゃいけないんですね。その手間が省けます。さらに一番大きいのが店舗選びの手間が省けます。つまり、インボイス制度が始まった後はですね、この店はインボイスをもらえるから行こう。この店インボイスくれないから行かないとこう。という風に、少しでも利益を出すためには、インボイスのお店で買うと損なわけですよね。もちろん消費税はなくていいですよっていうお店はいいんですが、 インボイスはないけど消費税請求するよってお店には行くと損するわけです。そんな手間が不要になります。だからこれ楽だよね。インボイス登録するかしないか迷っている事業主は登録しませんかというふうに国税庁が誘いをかけているという制度の一つになるような気もします。 さらに今回のメリットで言うと、消費税の免税事業者のままで続けようと思っている商店にとってはメリットはあると思います。なぜならば、一つ目、1万円未満の取引の場合はですね、インボイスなしでも安心して消費税請求できますよね。だってね、払う側もお客様も損しないわけですからね。さらにですね、二つ目、これちょっと問題かもしれないんですが、おそらく、じゃあ1万5千円ですという場合ですね。 一万五千円でインボイスなしだと相手側も困るんで、結局はですね、じゃあ、九千と六千に了承書分けておきますね、みたいな。一万円以上の場合は了承書を分割するケースも出てくるのかな、っていうふうにちょっと思います。もちろんね、一個の品物をね、複数のレシートっていうのはちょっと無理だと思いますが、たくさん買った場合ですね。 要はレジを2回打つみたいなね、こともできるんじゃないかなというふうに思います。ただ、この制度の問題点として、現在のマスコミ報道によりますと、数年間の次元措置だそうです。だから、2、3年経ったら廃止になって、結局このね、免税事業者の焦点は諦めてインボイス登録するか、消費税は取らないようにするか、もしくは廃業するか、みたいな選択になると思われます。 ここで一旦整理をしますと、もともとですね、インボイス不要取引っていうのはいくつかあるんですね。このインボイスの領収書とかリストいらないですよっていう取引が代表的なのがですね、まず3万円未満の公共交通機関、鉄道とかバスとか船の切符ですよね。で、3万円未満の自動販売機。 あとは郵便切手。これは郵便ポストに投函する分に限ります。で、卸売市場とか農協への生鮮食料品等の委託販売。で、今回新たに出てきたのが、小規模業者の1枚未満取引については、数年間だけインボイスがなくても OK ですというのが検討されています。ただ若干ね、これだけなんじゃこら感がありますよね。で、今回の新たな特例でですね、このインボイス制度導入最大の問題とも言えるでしょう。今ね、反対運動がいっぱい起きている、免税事業者の売り上げ減少 問題ですねこれは、インボイス制度が導入されるとですね、免税事業者に対して会社はどう思うかというと、もう消費税分はもう全部カットしようかな。いやいや、経過措置っていうのがあるから、とりあえず80%だけ払おうかな。いやいや、もうめんどくさいから、免税事業者となんて取引をもうしないのこいや、もうそもそも個人事業主ってめんどくさいよね。みたいな話が出てきている結果、 今の個人事業主は売り上げ10%減るのかないやいやそもそも仕事がなくなるんじゃないかなというふうに思ってるっていうこの最大の問題についてはこの新しい特例を用いてもですね 未解決のままでございます。もちろんね、1万円未満の取引だったらね、多少解決するんですが、まあ、そういう方少ないでしょうね。ただですね、これまでインボイスに関しては1円足りても見逃しませんと。絶対インボイスが必要ですと言ってきた財務省国税庁にしてはですね、一部でありますがなくていいですよみたいなことを言い始めたのは、ちょっと軟化してるのかなっていう感じはします。ただ、税理士会が言ってるのはね、1万円未満じゃなくて、これまでの消費税のルール通り3万円未満はなくても OK。 やはははりり主張しししててままますすすねちょっっと1万円はあまりでも低すぎなないいかなっていう気はしますこの辺ですね、これからどんどん議論が進んでいくと思いますので、また最新情報が出ましたら、このチャンネルで動画にして解説したいと思います。ですので、それまでチャンネル登録をしてお待ちいただけますと、私の動画制作の励みになります。というわけで、2022年11月18日時点の情報でございました。今後の新しい情報は、国税庁のホームページというよりは、マスメディアとか、私の YouTube や Twitter をチェックしていただければと思います。というわけで、こう チャンネルでは税金ビジネス投資経済のお得な情報とかインボイス制度のようなだんだん複雑になりつつある制度についてできる限りわかりやすく解説しようと思っておりますというわけで今後ともご引きにバイバーイ